桜駅は愛知県名古屋市南区後続4丁目にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH30。現在は普通列車のみが停車するが、かつて1990年代初期の平日朝に上り、準急が特別停車していたことがある。赤駅が廃止となったため、名鉄では唯一の一時駅である。相対式2面2線ホームの地上駅。 終日無人駅で駅集中管理システムが導入されている。ホーム有校長は6両分。改札口は1番線にある1箇所のみで、2番線とはホーム湖続く寄りにある湖線橋で連絡している。駅舎が下りホームにあり、以前は上りホームに早朝、深夜、名古屋市立桜大高等学校の登校時間帯に利用できる臨時で入り口が設けられていたが、 トランパス利用開始に伴う駅集中管理システム導入の際廃止された。自動改札機はもともと窓口があった場所より少し出口に近い位置に設置されている。自動券売機はマナコ非対応のものが駅舎入り口の外に2台あったが2017年夏頃に1台に減らされた。トイレは改札を入った1番線にあり男女別の推薦式。 ホームの先端4両分は、幅が狭く、上屋もないため、特に通過電車と雨天気の傘に注意。2番線には、改札口がなく、スロープもないため車椅子で当駅から豊橋方面へ向かう場合、係員の補助が必要となる。隣の本笠寺駅との距離は 0.7km しかなく、線路は直線であるため、当駅のホーム端から本笠寺駅のホームを見ることが、 できる。山崎川、天白川間連続立体交差事業に伴う駅高架化計画があり、2020年度内に環境アセスメント準備書作成に向けて調査を進める方針となっている。朝夕ラッシュ時は桜台高校に通学する高校生で賑わうが、近くに名古屋市営地下鉄桜通線の桜本町駅がある。ため普段の利用者はそれほど多くない。 ただ、岡崎方面からの一部の乗客は当駅で下車して、地下鉄への乗り換えに利用している。実際、1994年の桜通線開業後は当駅の利用者は桜、本町駅に奪われて大きく減少し、以後はしばらく落ち着いていたが、2011年の桜通線、徳重開業後は若干回復している。桜駅の桜駅名となっている桜の地名は、 狭い窪地を表す、さ、くに、ケージを当てたものである。正さおでは、郷座とされ、和名称では、作料を当てている。駅は、名古屋環状線や東海通から狭い道を少し奥に、入った住宅地の中にある。駅東側100メートルに沿う、幹線道路上に、名古屋市営バスの、桜本町一丁目バス停が、駅北側には同じく、名古屋市営バスの、 ご族待ちバステがある。ありがとうございます。